私すず今メダカ飼ってるの。すっごいねメダカって可愛いのよ。こうやってね餌あげるとねメダカが寄ってくるのよ。もうパクパクって食べてる姿とかもうめちゃくちゃ可愛くってさ、水生植物入れてねこのね水生植物の隙間からメダカが泳いでる姿がもうほんと可愛くってたまらないってね。私こう見えても結構ね綺麗好きなの。もうすっごい綺麗好きで1週間にね7回ぐらい綺麗に洗っちゃうのだからね水生植物を直接植え付けると洗えなくなっちゃうから、こうやってね水鉢に植え付けた寄せ植えを沈めてるんだよ。こうやってね水変えるんだ。キャー、土がこぼれてる。はい、皆さんこんにちは、土着園芸の鈴木です。はい、ということでね、すずさんみたいにねちょっと極端な綺麗好きはあんまりいないとは思うんですけど、でもねやっぱり放置派の鈴木に比べるとすごくね、あのこう普段からですねしょっちゅうこう水鉢ごときれいに洗ってっていう風にね、そういうピッカピカの状態でメダカを楽しみたいという方もいらっしゃるのは少数派ではないはずです。はい、お客様といろいろお話ししてるとねそういう方結構いらっしゃるんですよ。で今日はですね、先ほどねこう寄せ植えをこうちょっとねあの上げた時に土がこぼれてました、あの土が許せないっていう方もねやっぱりいらっしゃるかもしれないんで、ああいうねそこに穴の開いてないねあの容器で寄せ植えを作っていきたいと思います。まあ土着園芸にはもともとそういうね寄せ植え商品もありますのでね、後ほどそれのご紹介もさせていただきたいと思っております。こちらです。ということでね、なんかいい器ないかなってちょっと直売店の方に来ておりますが、こういうねガラスとかもいいかもしれないですね。まあ、ちょっと割れた時にちょっとし危ないかなっていうのが心配ではありますけど、はい、こっちの方に来てね、あこっちの陶器のね信楽焼あたりはちょっと大きすぎますよね。うん、あらねここになんかいいのが確かあったような気がします。あ、これだ、これ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 ね、これのシリーズいくつかあると思うんですけど、今回これにしようかな。はい、これあのなんかあれに似てないですか、あのナウシカのあのなんだっけね、最後オウムのところに行くときにねふーって浮いているやつあれとか、あとあのフリーザの円盤にも似てないですかねはい、今日はあのこれでねなんかこう穴が開いてないんで、これであの土こぼれのしない寄せ植えをね作りたいと思います。はい、ね白い器ですごく綺麗なんですけど、ちょっとね高さのあるものとやっぱり下に横に這うタイプのものとね2種類寄せ植えしたいなと思ってるんですけどね。まあでもいつものパターンになっちゃったら面白くないんですけど、まあいつものパターンになるかな。なんかこう涼やかな感じのこのミニシペラスとかいいかもしれないですかね。これこんなこれね、はい、一個はこのミニシペラスにしましょう。でもう一個何にしようかな。うん、これねほらこんな感じで、あいいじゃない、もうこれだけでもういいかもしれない寄せ植えにしなくてもいいかもしれないですけど、まあちょっと何か下にねこう生やすようなものを入れたいなと思ってるんですけど、やっぱりあこの間お客さんが言ってたあのこのねロタラナンセアンがすごく綺麗で、これ枯れちゃったんだけどまた買いたいなって言って買いに来られてた方がいらっしゃってたんで、このナンセアン使いましょう。これね水中葉が結構綺麗なんで、はい、この2種類使って植えちゃいましょうかね。はい、それではですね、あのすっごい超綺麗好きなすずさんのために土こぼれのしない寄せ植えをね作っていきたいと思います。それでですねまずこちらなんですけど、このポットに対して2つがね大きすぎますよね。だから少しですねあのあまり手荒なことするとあの傷んでしまうんですけど、少しだけ今日はね土を落とします。はい、やってねもみもみとしてもらって、こう、ね、根をねそんなに傷めないようにしてちょっと土の量を減らしますね。はい、でね、多分うまくいけばねこれこの土を使っちゃってこの鉢自身に土を足さなくてもいいかもしれないですね。よいしょ。で次にこのねロタラナンセアンの方も、
抜きまして、映ってるかな、映ってるよね。もう本当によく失敗するんですよこんな感じでもみもみとして、ちょっと土を落として、でこの状態で合体させます。ガシーンってね、はい、で一つ一塊になった状態でここでスポッと入れますね。おいしょ。でね、この時にあの土こぼれ嫌いな人はとにかく土の量は少なめにしていただくといいですね。はい、で隙間がまだやっぱ残ってますね。もうこの土も無駄にしないように入れとこう。よいしょ、入りました。これ、まあ、もみもみする必要なかったかも。いや、した意味があったはず、意味があったはず。はい、であとこのね隙間に赤玉土足していきますね。少しね、腐葉土的なものを混ぜてもらうとより生育が良くなりますけど、赤玉だけでも別に育たないわけではないです。隙間に入れていきますね。はい、こんな感じで入りました。よいしょ。ね、ミニシペラス側にもちょっとだけ入れておきましょうか。よいしょ、サクッとね。はい、でここでリピュピュッとね、ちょっと折れないようにしてって、でここの土の面にさらにちょっと重めの、しかも大きめの石をね乗せていただくとより土こぼれしなくなりますからね。はい、ということでこんな感じで、もう簡単に出来上がりました。はい、ということで、とにかく綺麗に維持したいすずさんのために、こちらの、寄せ植え作らせていただきました。はい、このままでもね、なんかどっかちょっと飾っておきそうな感じですけどね。はい、こういうね白い綺麗な鉢をね綺麗に維持したいっていうことでね、まあ、しょっちゅうね現れる方に向けて、底穴のない、土こぼれのしにくい水鉢を寄せ植えを作らせてもらいました。はい、こんな感じでね、はい、こんな風にね、はい、はい、こんな感じになりました。でね、土着園芸なんですけど、これだけじゃなくてですね、他にもいろいろとそのね穴の開いてないタイプのね寄せ植えとかがあるんですよ。ご紹介していきますね。こちらの水中箱庭シリーズですね。これもねお弁当箱みたいなやつに寄せ植えされてるんですけど、これもね底穴が開いてないので、まあこうね、こう水から上げた時にこう土こぼれとかがねしにくいっていうことで、まあこれを好んでね、あの買っていただくお客様もいらっしゃいます。で水中箱庭シリーズには L もございます。で、あ、こっちの方が分かりやすいなこんな感じでね、はい、寄せ植えされてる、流木もついてるんで、もうこれ一鉢沈めるだけでここ雰囲気が出るっていうね。で、あとこちらのね水中横長アレンジシリーズも底穴が開いてないです。はい、これもねこう軍艦のような感じで、はい、軍艦のような、はい、こんな風になってます。で、これの L バージョンもあります。 L、 これが大きいからちょっと片手では持てないな。こんな風にね、はい、寄せ植えになってるやつがねあります。まあ、で、あの通常通りのね底穴開いてるタイプもいろいろとあるんですけど、はい、今ねちょっとね限定商品として、さっきのは、ね、定番なんですけど、沈めるお手軽ビオトープ寄せ植えっていうのもありますね。はい、こんな大きなね寄せ植え鉢、これも底穴が開いてなくてですね、とにかくすずさんのように綺麗に水鉢をね維持したくてですね、しょっちゅうこう水をね変えて、で鉢を洗ってっていう風にしてる方ですね。はい、で土こぼれも許せないっていうぐらいね綺麗好きな方は、こういう寄せ植えもあるので、はい、またご参考にしていただければ。でまた自分でね作られる方は、先ほどのね、私が使ったやつですね、それ以外にもいろいろね仲間があるんですけど、この辺のシリーズをまたちょっとね、ご自分で使って
なんかね、お好みのアレンジ、寄せ植えを作っていただいてもいいんじゃないかと思います。今日はね、すずさんのために寄せ植え作らせていただきました。それでは皆さん、さよなら。